ホーム。レール空きの板状のものは、転落検知機。左手奥が、立川方。一番線ホーム隙間一番線の線路終端部二番線の線路終端部改札口リニューアル前の、駅舎外館奥多摩駅は、東京都西多摩郡奥多摩町日川にある、東日本旅客鉄道大目線の駅である。駅番号は、JC74。大目線の終着駅で、 東京都内で最も西に所在する。標高は東京タワーよりも八メートル、低い三百四十三メートルで東京都内にある鉄道駅の中で最も高い。島式ホーム一面二線を有する地上駅になっている。ホームは一番線と二番線がある。二番線の有効長は六両編成が入線可能であるが、電車とホームの隙間が大きく開く箇所があるため、平日は 朝5時台の一本のみ、土休日は、ホリデー快速奥多摩号と一部の普通電車、臨時列車のみが使用している。駅舎はホームより低い場所にあり、2階建てで1階に、奥多摩観光協会が運営する売店があるほか、2階には、カフェ、ポート奥多摩がある。ホームと駅舎の間は、階段のほかエレベーターでも連絡している。かつては2番線の奥に貨物ヤードがあり、 隣接する奥多摩工業の工場から川崎方面に向かって石灰石を発送していた。また、過去には水根駅へ向かう専用鉄道の東京都水道局、小郷内線と接続していた。現在、これらの貨物用設備は撤去され、専用鉄道の線路とも分断されており、跡地の一部は駐車場になっている。大梅駅管理の業務委託駅で、大梅木伊勢では、 唯一の友人駅である。自動券売機、簡易スイカ改札機が設置されているが、緑の窓口は設置されていない。1997年、関東の駅100線に認定されている。発車メロディは2006年4月より同様、どんぐりコロコロが採用された。メロディの制作は、サウンドフォーラムで、牧野夏子が編曲を手掛けた。 2020年度の1日平均乗車人員は699人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。貨物取扱い廃止までの近年の年間発着トン数は下記の通り。駅前に西東京バス氷川車庫があり、車庫内のバス停と駅を出て左手、右手にバス停がある。すべて停留所名は奥多摩駅である。 系統ごとの運行本数は少ない。河合駅方面、日原小入道、奥多摩港を経て、山梨県北鶴郡多摩山村、小菅村への路線バスが発着する。駅前にタクシー乗り場がある。長らく京王自動車が大型車2台を配備していたが、再産性悪化のため町に支援要請を行うも、決裂。2012年3月31日に、 町内の日川は営業所を廃止し、同社は町内より撤退した。その後、あきる野市の新興企業、リーガルキャブが昼間のみ駅前に1台を廃車している。夜間は台数に余裕がないためタクシーがゼロになる。このため同社は関東陸運局に増車を申請したが、需要が見込めないとして却下されたため、国に処分取り消しを求める訴訟を起こしたが、一新東京地裁で棄却された。 出店、ありがとうございます。